草団子やべえな。草、いや、マジで今初めて使ったんですけど、やべえな、これ。これもうお子様たちもこちらで、どうでしょうか。あ、でもコスパ的にどうなんだろう。これでも一発、何発で入るかによっては、はい。そしてなんかスピーディーだな。うん。クソ団子だいぶこれちょっと、どうでしょう。今後の、この、亡者成果と占う上で、ちょっと大事な、大事な排出物になるかもしれないですね、これね。今何しようとしたんだっけ。あ、今ちょっと、お拾い遊ばされた、このデーモンの杖的なものを捨てま、あ、ちょっと待って、これ、俺、これ説明文見たことないかもしれない。溶岩石を削り出したデーモンの杖。炎属性の攻撃力を持った武器として使える。へぇ。最初のデーモン。え、この方が、初めてのデーモンなの？そうだったんだ。あ、これ、あ、読んでないかもしれない。魔女が混沌に飲まれる前の呪術でない炎の魔術の魔術ってなんだ？最後の使い手だった。へー、最初のデーモン。なるほどね。じゃあ行きますか。あ、捨てたんだな、はい。で、まずね、その、太陽中的な、ものをね、僕は取らなきゃいけないわけですが、これどうでしたっけ？下行くと何でしたっけ？ああ、カガリービー。カガリービーで、もうそこ行くとあれか。上が初都化だ、かな？あっつ！あっつ！熱い。初めての吐息。いや、君たちさ、その、ちょっと浮いてる感じがいいよね。なんつうの、青いなんか、未来から来た化け猫いるじゃないですか。あれも、なんか、実は微妙に浮いてるらしいですよね。なんか、1センチぐらい、浮いてる、っていう設定らしいですね、あれね。うん。だから足音がしないらしいですよ、彼。ね。これ、上に行け。今日あれだな、どうでもいい情報多いな、俺。そうね、ここに来ちゃうわけ。そういうわけ。そういうわけだから、ここで、また、エスト補給、需要競争に、エストビン、CX! いやー、ちょっと今のエコドライバーだいぶ嬉しいな、これ。収録的にこれ多分ですよ。多分ですけど、マラソンとかもろもろ含めてですね、5時間ぐらいのエコを達成したんじゃないですかね、今。ちょっとその、奥の、その、それが、欲しいんです、僕は。ああ、悠々。UUU の坂田なんとかです。ほっ。ほっ。オランダせんべい食いてえな。アップネッツ！アブネッツ。太陽中はでもこれあれじゃないですか。もう、これ下行って戻った側的なことじゃなかった？それ。違う？あ、違うか。ん？下になんかなかった？あるよねー。おう、ゆう。勇敢な方々がね、バッタバッタ、心折れちゃってる。そんなこの木の下で、僕たちは何を微笑むのか。全然言ってることわかんない。違うね。そこ確か行けなかった気がするんです。行けそうで行けない、その、なんか残念ゾーン。絶対いけるやん、ここ、みたいな。絶対いけるやん、ほいで、ちょっともう、先全然もう絵描かれてないやん、みたいな。暗くて見えないことになってるかもしれないけど、すごいな、くっきりなんかもう、その先描いてません、みたいなゾーンがあるじゃん、そこね。
くそ。大人の事情めよ。これさ、勝てるかね。どうかね、諸君。この方だって絶対、黄金、ここはもうちょっと黄金大量消費時代はこれもう仕方ないとしてだ。いや、問題は、リーチだよね。届くの?実際っていう。もう足切るしかないのか。足にちょっと、バッスンバッスン入れていかなきゃ、ちょっとこれダメージ、スタミナよりか、こういうことにしといた方がいい気がすんな。ちょっといきなり塗りインはちょっと、ああ、でも補助的にね、補助的にこういうのもね、ちょっと有効に、はい。ここちょっとさすがにこう、なんだろうな、こう自動的にっていうかそのなんだろう、意図せず、こうなんかこう、うまいことね、あらあらみたいなことになったりするとこないでしょ、ここ。ある?うわぁ、ないなぁ。確実に情け。この方やっぱりこうどっかにこうしがみついてるのが好きなんですね、これね。あ、違う!これ抜け殻じゃないのか!今気づいた!あ、ここ位置的にあの真下なのか!あ、俺今気づいたわ!抜け殻じゃねえわ!あ、あの方、ああいう、そうか。俺今知ったわ。へぇー。ちょっと、ちょっと広いとこに行きたい。すごく熱くないですか?ちょっと待ってもらっていいですか?これ、すごく熱くないですか?すっげえ熱いぞ、これ。こんな熱かったっけ?あれ?見失っちゃってはないね、残念ながら。ちょっと投げてみますね。怖いです。すごい伸びるんだね、その、君のその手は。お手手は。ああ!ちょっとやばいかな。おっ!ちょっとやばいかな。よし、よし。ちょっと防戦一方だな。この人の攻撃パターン実は俺よく分かってないんだけど、これやっぱロックしない方がいいかな。これ踏まれたら痛い感じ。ああ、どういうパターン。飛ぶなあ。あ、痛い。あ、でも結構ナイス盾からの、この場所いいな。あーあー、すごいすごいすごい。でもちょっと毒チャンスだったんじゃないか今。あっつ、不用意にコロリンしない方がいいかもしれないな。ああ、すごい怖いすごい怖い。あ、チャンス、毒チャンス。あ、俺が猛毒食った。やっぱ2発連続はきついのか。もう猛毒なっちゃったんだからガンガン投げた方が痛ーい。これはですな。まあ、こういうことだよな。S と補給しに行く?まあ、いっか。人間性もあるし。ほ。コロリン、あ、早かったよね。すげえ早かったね。今見てて分かったわ。危ねっつ。ちょっともうちょっとこっちに来ていただいて。ちょっとそこ、はい。あ、いいです、いいです。ああ。食らうよねー。ええー、あ、これ、うんこチャンス、うんこチャンス、うんこチャンス。
猛毒なっちゃったけど構わず投げろ、どんどん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 投げろ。こんだけ投げてならないってことは、なってる。痛い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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと俺がやばい。あが、飲んで、おし、負けた。痛い。よし、ナイスコロリン、ナイスでコロリンすっとんとん、よしからの塗りをからの切りを当たらないですよ。今のはね、ちょっと俺の方向が悪かった。あー、全然ね、そこダメですわ。両手持ちとか全然意味ない。ちょっと足狙う。うっつ。ちょっと足を狙いたい。あ、そう、足。あ、踏んだよね。絶対踏んだよね、俺のことは。人間、say yes. おう。よし、いいよ。来てるよ。来てるね。まだ雷有効？有効だね。いいです。あー、でも切れてる。あ、踏まれた。人間、せい。よし。からの、ここいいな。いいね。足に来てるよ。危ないかもしれない。あっと、コロリンしない方がいいな、これな。ちょっと、いや、ちょっと危ない。これはね、これちゃんともう、惜しみなく使おう。あん。でも、縦ガード有効。あー、踏むよね。ちょっと、今の分かってたよね、今ね。分かってて踏まれたよね。踏んでおっち。やばい。これやばい。これやばいパターンだ。よし。尻尾をどうにかしたいね。あの、指輪を、早めに、あの、この指輪が欲しいよね。大指輪。あ、切れてるね。はい。毒動画とか言わせねえんだ、この野郎。毒動画とは言わせないぞ。よし。あくまでこの俺のこの立ちさばきでね、勝ち取っていくという、そういうサクセスさ。危ない、サクセスが危ない。間に合え。よし。尻尾切りの俺。ああ。だいぶ来てるな。ああ。あが。当たって。ちょっとこれね、こうやって体勢を立て直すためには、ちょっと一回こっちのね、そう、安全安心な、この、はい。この、はい。塗って。いいね。尻尾切りの、おれー。切れませんなぁ。あー、どすん。ちょっとそう、踏まれるのすごい痛いな。マジか。これも次ぐらいでいけるんじゃないですか？いやー、今のちょっと、今の決めとこうよ、そこは。今のはちょっと決めたかったなぁ。クソバー投げて、毒バー入れちゃるばい。ビラビラリン、ビラビラリン、よし。うぅ、新しいの来たな。クソバー投げて、毒バー入れちゃるばい。入ったです。飲んで。オッツケイですよ。あ、これ。にゃ、ちょっと。あば。あばだよ、それは。あー。もらいのアンバナでな、そんなもん。ちょっと、いやー、その、なんかその、ニョロニョロのシンクロっぷりがなんかすごい、気持ちいいんだか悪いんだかって感じだった。おほう、飛ぶよね。あー、怖いよね。完全に怪獣じゃないですか、君。はい。あー、無駄に猛毒。それはやばいな。よし。ダップンタイムどうですか、そろそろでしょ。防御、よし。ダップンタイム入ったね。よし
盾有効ですよ、これは。ちょっと、そいで、そい、からの、今、ちょっとどういう状況ですかね。今、俺がわからない。はい、盾有効、はい。からの、すごいワシャワシャしてるな。ちょっと見えないっすよね、実際。一回離れようか。よし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 。ほら、この足踏み来るだろ、今。ほら、治る今わかったもんねーだ。バーカ。いいね、いいね。足踏み来るよ、足踏み。今のはね、分かってなかった、正直。はい。間に合ってね。よし。縦行こう。はい。からの足踏み来るね、これね。尻尾どうにかしよう。あっち。尻尾。全然当たんなくなってきた。危ねっつーの。足踏み来る！あー、分かってたな、今な。遅かったな。有効縦。よし、よしよし。尻尾タイム。尻尾無双。よしよし。よしよし。もげを。もげをにやられそうな、俺。ちょっと塗ろ塗ってしまおう。あ、これやばくねやばいパターンじゃない、これ。割と。これ、もげおがね、すごい。もげおがさ、割と一ポイントなんだ、こいつ。もげおやべえな、これ。もげおしても毒入ってねえだろ、お前。厄介だな、これ。あー！何に当たったん、今。もがなくてよかったな。基本的にもがない方向で、はい。今後は、戦っていきたいな、と思いました。人様の尻尾もぐとかってね、なんかみんな、皆さんね、簡単に言ってますけど、大変失礼なことですからね。それやめましょう。回避！よし。ここに潜り込んじまえば、わしのもんじゃき。